さて続いてです。4月にナタを持って暴れる男が逮捕された札幌の地下鉄大通駅。事件を受けて今日、刃物を持った人物を取り押さえるまでの訓練が行われました。訓練は大通駅の構内で刃物を持った男が暴れているという想定で行われ、警察と駅員らが参加しました。訓練で駅員は110番通報するとともに、さすまたなどで男を牽制。別の駅員は通行人の避難を誘導します。まもなく到着した警察官が男を逮捕。駅員らは初動対応の流れを確認しました。お客様を安全に誘導し、警察が来るまでの時間稼ぎをするっていうところの難しさを実際に感じました。道警は今後も訓練を継続して連携を強化したいとしています。